覚醒剤を使用したとして、逮捕された歌手のアスカさんについて、東京地方検察庁は19日、不起訴にしました。理由について検察は、アスカさんの尿として任意提出された液体が、本人の尿だと立証できなかったため、嫌疑不十分で不起訴にしたと説明しています。アスカさんは、19日夜、釈放されました。釈放されたのは、歌手のアスカさん、本名、宮崎重明さん、58、で、19日午後7時過ぎに、乗用車に乗って、拘留されていた警視庁東京湾岸警察署を出ました。アスカさんは、覚醒剤を使用したとして、先月28日に覚醒剤取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁は覚醒剤の陽性反応が出たことなどから逮捕しましたが、東京地方検察庁は捜査の結果、19日不起訴にしました。理由について検察は、アスカさんの尿として任意提出された液体が本人の尿だと立証できなかったため、嫌疑不十分で不起訴にしたと説明しています。警視庁によりますと、アスカさんは、調べに対し、事実に反します。一回目の逮捕の後、薬は見ていません。絶対やっていません、などと一貫して容疑を否認する説明をしていたということです。アスカさん逮捕の経緯、警視庁によりますと、アスカさんは先月25日、東京、目黒区の自宅から自ら110番通報し、警察官が駆けつけると不審な様子だったということです。その後、警視庁が検査を行った結果、覚醒剤の陽性反応が出たため、110番通報から3日後の先月28日、覚醒剤を使用した疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁の調べに対しては、事実に反します。1回目の逮捕の後、薬は見ていません。絶対やっていません、などと説明していたということです。警視庁は逮捕後、自宅や滞在先のホテルの捜索や携帯電話やタブレット端末を押収するなどして捜査していて、19日が勾留の期限でした。アスカさんなのブログで容疑否定。アスカさんが先月28日、警視庁に逮捕される直前、アスカの名前で解説されているブログでは、覚醒剤の使用を否定する主張が何度も書き込まれていました。ブログでは、逮捕される、と報じられて以降、午後3時過ぎから数回更新され、はいはい、皆さん、落ち着いて、というタイトルの書き込みでは、間違いですよ。詳しくは、書けませんが、先日、僕の方から被害届を出したのです。被害の内容は想像してください。そしたら、逆に疑われてしまいまして、尿検査を受けました。何の、問題もありません。すべて、フライングのニュースです。これから、弁護士と話をいたします、と記していました。その後も、陽性は、ありません。100% ありません。いや、幻聴、幻覚など、全くありません、などと書き込み、覚醒剤は使用していないと繰り返し主張していました。